皆さんこんにちは、タイゴンサードです。いやちょっと久しぶりにいい天気に恵まれたんで、昼間からねちょっと外出しながら、まあなんか闇上がりの気分のような感じを味わっていたんですけれども、本当その通りだなと思って、やっとこう内向的な部分からこう外向的なところに切り替えられて非常に嬉しく思います。でまあその長期優待ポイントっていうその AU のなんか誕生日の月にもらえるそのポイントなんかもたまたま今日1000ポイント近くもらいまして、知り合いとかからもらうバースデープレゼント以上のものをですね、会社さんから AU っていうの会社さんからねもらえて、これからそのポンタポイントっていうもらえたポイントでお昼ご飯でも買いに行こうかなとか思っています。はい、でやっぱりその食生活っていうのがやっぱ非常に、まあ、生きてる以上はね重要だというふうに思うんですね。だから毎日必ず3食食べていかないと来るべき仕事っていうのもなんかこう寄ってこない感じっていうのがあって、で食べた後結構だんだん調子が上がってくるから、だから基本的にその抜くことっていうのはなんていうのかな、しないようにこう気をつけないとやっぱり危ないよねっていう風な感じを、受けましたね。結構意外と会社さんの上の方なんかは日々のそういうちゃんとやってるかどうかっていうのは見てくださってる感じがするんですよね。だからそのしっかりそれに応えられるようにこう基本的な部分をねしっかり磨いておかないと、やっぱ信用するべきところに値するのにはこう難しいのかなっていう感じがしましたね。まあもちろんその働いてる方々がこう元気のない姿をしていたり、あとはそのえずれた姿をしていたり、あとはボロボロの服を着ていたりなんてしたら結構まあお客さんとしてはショックだと思うから、なんか夢を与える側のこう人間である以上はやっぱそれなりにこう老化を感じさせないような若々しさ元気さっていうものをある程度持ち合わせていることがまあ重要かなっていう感じは本当しましたね。今は結構コロナの問題で結構どこも結構ねやつれてますけれども、それでもやっぱりアイドルとかああいう世界は華やかだし、ああいうトップがいるからこそこう下もだんだんこう元気になってくるか、将来その夢を与えるべきところにいる方々っていうのはもうちょっとしっかりするべきかなっていうふうに思いました。まあ、昔その何て言うのかな、なんであんな会社の上司ってうるさくガミガミ言ってくるのかなとか思っていましたしね、あとは学校の先生なんかもすごい厳しかったじゃないですか。でそこまで言うことないでしょと思っていたんですけれども、やっぱそこの基本ってできてからこそやっぱ普通のこう感じになるんですよね。だから何て言うか、諦めたらこう何て言うかどんどんだらしなくなっていってしまうから、だからこう化粧なんかもしっかりね女性なんかはスタイルでしょうし、でもだからといって時代とが変わってくると髪型とかね、あとはその流行りのこう服装とかなんかも変わってくるわけで、あと価値観なんか髪型変わりますよね。昔は多分そのカップルなんかがいたら結構それをチヤホヤするような影ってあったんですけれども、子供ができたら本当おめでとうって感じだったけれども、最近は童貞とかねセックスレスっていうものがすごい流行ってるから、そこを鑑みるとこうだんだん変わってくるよねって、今回短い動画
にしたいというふうに思っていますので、この辺で失礼します。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。